こんにちは。一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムの新庁解説セミナー、沖縄いつから日本なのかの第4回目、沖縄復帰運動の中にこそ日本精神があるというのをこれから始めたと思います。よろしくお願いいたします。始める前にいくつか忘れないうちに連絡事項をしておきたいと思います。まず今日後ろの今回初めて、勉強からお持ちするんですけども、新しい、著書といっても小冊子なんですけども、こちら600円プラス消費税のところ600円で販売をしております。Q&A 式でかなり日本会議の出版社である明星社から9月の中旬に出したんですけれども、 かなり最初の方でも分かりやすい内容を、分かりやすく書いてくれと言われて、内容的には沖縄いつから日本なのかと、かなりダブるところはあるんですけども、入門書としてはかなりいいんじゃないかなと思っております。こちらもうお読みになった方いらっしゃいますでしょうか。まだですかね、後ろありますので、ぜひ、今日お買い求めください。であと、次回のチラシなんですけれども、当初11月27日と予定をしてたんですけども、ちょっと初版の事情で21日ちょっと約1週間ほど前倒して21日の水曜日に変更いたしました。でまた、時間も今回とかなり、昼夜とも変更になっておりまして、昼の部は14時30分から、夜の部は19時からとなっておりますので、お間違いのないようにということと、お誘いするときに変わったよということを、お伝えいただけるとありがたいなというふうに思っております。で場所は全く同じこちらですね。で今日、こちら会場に来るときにお気づきになった方も多いと思うんですけども、入り口入っての突き当たりの電光掲示板に案内が出てないですね。ここは池水という施設なんですけども、池水の中にあるけども池水じゃない施設であり、男女共同参画センターというちょっと異質な世界に今私たちは今いまして、予算も何も全部別なんですね。でここは男女平等の運動をする人のために作られた施設で、その人たちのために税金を投入して作った施設ですので、職員も窓口も予約も団体登録も全部別なんですね。ここが不思議なんですけど、電光掲示板に出ないんだけど、入り口のところの右側にちっちゃいレストランのなんかメニューの置いてるような板がありますので、そこに紙でコピーしたもので今日のなんかエポックなんとかを利用者というふうに書いておりますので、そちらでご確認いただければというふうに思います。でこちらまたちょっと間違ってるところを発見をしたんですけれども、第5回明治維新編、明治維新の原動力となった薩摩琉球国で、その下の横長の表示は、男女共同センター救出2で間違ってないんですが、地図の上に、池水6階と書いておりますが、こちら3階研修室2の間違いであります。地図の上のところはちょっと赤線で、消してください。こちらと同じ場所ですので、お間違いのないようにお願いいたします。今お待ちしておりました本日のサプライズゲストの山本由美子さんいらっしゃいました。ありがとうございます。じゃあ本論始まる前に、いろんな1ヶ月間さまざまな目まぐるしい動きがありましたので、そちらの方から報告をさせていただきたいというふうに思います。今月は沖縄でいろんな行事ございまして、坂倉さんちょっと前の方前半分あそこのスイッチで消していただけますでしょうか。これで見えますかね。10月7日に山本由美子先生を沖縄をお招きいたしまして、一緒にですね、18月に国連にジュネーブに行って、慰安婦問題ですとか沖縄の先住民問題、こちらを、
一つ役割を果たしてきたんですけども、まあ、帰った後の報告ということで、東京の方でも一緒に記者会見の報告をしたんですけども、まあ、沖縄の方でもぜひやろうということで、10月7日沖縄の方で、まあ、ダブル公演という形で行わせていただきました。まあ、そちらの報告、私から言うよりも山本純子さんに沖縄に行った感想も合わせて、ご報告いただければなというふうに思います。録画大丈夫ですか？はい、もう生放送やってますけど。あ、そうですか。もう大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ生放送は録画ですので、じゃあ山本さんよろしくお願いいたします。電気つけます。電気つけてもらってください。こんな明るいところで恥ずかしい。皆さんこんにちは、今日は突然お邪魔させていただきました。初めての方もいらっしゃるし、何回かお会いしてる方もいらっしゃいます。10月7日に沖縄でお話しさせていただきました。なぜ沖縄かというと、中村さんをジュネーブにお誘いしたのは沖縄人、沖縄県民じゃないんですよね。琉球人は先住民であるから、日本政府はそれを認めようと国連に、ずっと働きかけている日本の NGO がいます。でそれが功を奏して国連の人権委員会が日本政府に対して沖縄琉球人を先住民と認めようと言い続けています。で今回中村さんが、一緒に行って顆粒子を着て、私は沖縄の日本人で沖縄県から来たと、我々は先住民じゃないと面と向かって言ったのにもかかわらず、人種差別撤廃委員会というところはまた沖縄琉球人は先住民と認めようという、勧告レコマンデーションを最終見解書、委員会が終わった後の最終見解書にまた載せました。で中村さんが言ったし、石垣の市議会と、富城市、クスク市が先住民勧告は違うという意見書を出しています、出しているので、まあ、我々もそれを資料として出しましたし、日本政府もそれを言いました。日本政府の立場はもちろん先住民じゃないという立場ですね。まあ、そういった我々の働きかけにもかかわらず、先住民族ということにしろということになっているんですが、これちょっと慰安問題と似てまして、もともとは日本人発なんですよ。日本人が、制度例を言い出して国連に持ってって一生懸命努力してそれを広めて、それで国連の特別報告者のクマラスワミさんとマクドゥーガラさんに慰安婦は制度例であるというレポートを書いてもらい、でその後に、アメリカにの会員の決議、2007年の会員に決議につながり、そして2010年代になると慰安婦増と慰安婦非がアメリカや、カナダ、オーストラリアに立ち始めて、まあ、それがヨーロッパにも広まっているということで、これもしその1990年代ですね、戸塚氏が制度例を発案した、思いついてしまってそれを世界中に広めるきっかけを作った日本人の弁護士、戸塚氏がその90年代にそれを一生懸命やってたんですよ、国連に。それはもうものすごい努力です。ものすごい努力を国際的なところでしていたのに、その時それを阻止しようとした保守側の日本人はどうやらいなかったんですね、その時ね。今調べるとものすごい努力してるんですよ、彼は。国連に毎回通っていろんなところに働きかけて、いろんな NGO と連携して、で日本のサハトも連携して、でその間私も、まあ、お前も気がつかなかったと言われればそうなんですけれども、あの時もうちょっと止めている行動を、まあ、保守側といいますか、まあ、良識のある日本人がしていれば、今のような世界に広がる捏造の慰安婦制度例問題にはなっていなかったんじゃないかと私は思います。ですのでこれは今この先住民族勧告が国連でまあ始まってきたところで、これを阻止するのはやっぱり、まあ、日本人発である
のもあるし、やっぱり沖縄の方々が声を上げないと、いくら東京から行っても政府に近いような顔してる人が行っても、お前政府にね操られてる人じゃないかということになっちゃうんですよ。例えば中国も今回審査されました。中国の人権状況もで、チベットやウイグルやモンゴルの人たちが、我々はこういう人権侵害に遭ってるって訴えに行きました。でその訴えを国連はちゃんと聞いてるんですね。でも一方で中国政府がですね、これはチベットかな、連れてって、いや我々は差別されてないって言わせてるんですよ、ね、ですから我々がいくらね沖縄の人を連れてってね、私沖縄 県民じゃないので、国連連れてって差別されてないって言ってるでしょうって言っても、こいつでなんか使われてるんじゃないかみたいな印象も受けかねないんですよ。ですのでやっぱり沖縄の人に声を上げていただくのが一番で、じゃあどうしたらいいか、ね、地元でいくらで叫んだって聞こえないんですよ、届かないんですよ。でも意外と簡単でね、今インターネットがあるので意見書をまず書く市町村でね、そういう決議なり意見書なりで、我々は国連さんよと、我々は沖縄県民であり日本国民であると、決して先住民族ではないという意見書なり決議なりをきちんともうどん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 採択していただいて、それをもとに国連に持っていく、まあ、持っていくって言っても実際に行くということもできるし、もちろん、データでメールに添付してですね、データとしてちゃんと提出するという、そういうこともわざわざ行かなくてもできます。それを我々もずっとやってこの数年やってきましたので、まあ、そういうこともできますので、そのうちね、このまま黙っていましたら世界先住民族図鑑とかそのうちできましてですね、沖縄琉球人とか載っちゃいますよ。で世界先住民族日本にいじめられた先住民族の碑記念碑とかできて、ね、そこに琉球ピーポーとかね書かれますよ。だって10年前20年前慰安問題がこんなにおかしくなるなんて誰が想像しましたか、ということをね沖縄の方々に伝えました。で個人的にはですね沖縄はやっぱりいいですね。私はダイビング、スキューバダイビングしますので、久しぶりにダイビングをして、亀に会ってきました。海の中で「チャンネルアジア」をご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。